はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第163回闘技場ですね。金トロフィーを目指す旅6日目となります。1パーティー目と2パーティー目一緒じゃなかった？全く。ヒャド取るんだっけ。ヒャド取るんだな。で、一応メダパに持っていくか。で、ベーラがどんだけ速いかだな。メダパに、メダパにするでしょ。で、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、一回呼び出し。で、ピサンの方ちょっと素早さ下げてもいいか。こっちを変えるか。早く、ベーラが速い可能性ある。あー、でもシンディより早くはしたいのか。なんだっけ、これか。732あれば大丈夫か。で、これを三河橋にしたら675ってどんなもん。素早さ、あ、それでも勝っ、ん、あ、シンディね、勝ってないのか。シンディ勝ってない。これが680、こっちにしようか。で、春龍が布、680 OKOKOK。 これで OK で、ベーラ上回るかどうかだな。で、メダパに入れてやって、あとはちょっと待って、いくつだっけ素早さ。747なら大丈夫だろう。行こうか。はい、対戦よろしくお願いします。順番大事よ。はい、ちょっとチェックしとこうか。ベーラがいくつまで行くのか。貫突で、オッケー、5番ね。オッケー。で、ヒャドを突っ込んで、サラサラして、なんとかなんとかしてやればいいんじゃない？ここしかないのか。まあ、ここで落ちてんの？ここで落ちてんの？ヒャド行って。マモスかちょっとわかんないね。落とせるのかどうか。で、ちょっと素早さチェックしとこうか。675か。675ね。素早さ持ってんのかな。持ってるってことだな。あ、Sタンク早いじゃん。Sタンク早いんだけど。1番2番行って Sタンクか。あー、Sタンク早いんだけど、ちょっとこれ分かんないね、動きが。じゃあそこじゃない方が良かったか。こうガードしながら行こう。じゃあエスタックこっちに来させないように。これ向こうに突き抜けたくはないんだけどな。それかピサロを狙っていかないかな。あー、そこでね。あー、そこでならありがたい。あ、天空にぶっ込まれたらまずいね。あ、天、ちょ待って、こうか、こうするか、こうして、まあ、もう少し先だもんな。うん、こうするしかないわ。こうして、ちょっと待って。うわ、これさ、あ、大丈夫か。大丈夫。あ、天空じゃなきゃ大丈夫だ、ピサロは。うん、全回復しゃあねえな。で、次ピサロ狙ってくれるから大丈夫と思う。どうしようか。これどこに逃げようか。こっちからこっち行くか。向こうに逃げて、
うん、それでいいか。中ドン行くのかな。中ドン三河市あんだけどね、ピサロね。うーんと、これはまあどっちでもいっちゃいいんだよな。待機、危ない、マジ危ねえ。エスターク早かった。はい、2戦目になります。キングレオはバフ入るんだっけ。3万だよ戦闘力。3万っすよ。うん、この1突エスタークとか結構微妙で、ああ網元は入るんだよね。網元入るんだ。入ってどんぐらいなんだろうね。え、サード取るんだ。行きたいな。で、ラリホーか。ラリホー持ちで行くか。ちょっと今日は、落としそうだね。アニモトどんぐらいだろう、速さ。行っちゃう、行っちゃう、もう行っちゃう。で、またエスタックが素早さ盛りだったりしてね。配置は悪くないね。配置は悪いか。ソロに当たんない。よくないな。よくないわ。5番目なんだ。1、2、3、4。取れちゃうんだ。ソロよくないな。ソロよくないな。どうしようかな。ラリホー取って、ヒャドぶっこんで、じゃないんだよな。ヒャドサラサラしてラリホを取ってヒャド、ラリホどうなんでしょうね。ヒャドぶっ込んでサラサラして、そう、エスターク、エスターク、エスターク、うーん、どっちかがだって生き残っちゃうんだもん。これだってラリホを取って、ラリホを取って、あ、じゃあ、わかったわかった。ラリホを取って、ヒャドぶっこんで、サラサラして、ソロは落ちてもらう。で、天空竜かなんかで、どっちか、エスタックあれかなんか、落とせたらいいかなって感じですかね。あ、侵入場所、間違ってる、もう。うわぁ。侵入の場所間違ってるわ。じゃあ、何でよ。なんだこの真珠の場所。これ行く。これゴッドで落とせないかな。落とせなかったらおしまいだな。あー、よかった。で、天空竜で落とせなかったらそれもおしまい。おしまいじゃあ、これおしまいじゃあ。どうしよっか。ゴレムッちゃん呼ぶか。ゴレムッちゃん、マリベルで、あれだからゴレムッちゃん呼ぶか。ゴレムッちゃんだな。ゴレムッちゃん呼ぶか。で、ピサロを餌になってもらう。お、一番前で撃つ？そんな前で撃つ？よし。
出た、ラリフォーであれ取れるから、こっちでこっち行くか。順番な、これはラリフォー取ってやる、こっちからラリフォー取ってやる。熱風入れるか、熱風入れるっていうのもあるな。熱風2回踏みととどまりだからね。うん、でオーロラで落ちるもんね。これで大回復入れてもいいか。やべやべ、アンルシア、アンルシアじゃん、ピサロじゃないじゃん。うわ、え、これ大丈夫かな。あ、これ、あ、アンルシアじゃん。あ、ぶねー。これ大丈夫だよね。怖かったー。いや、その小回復はさ、大回復の中に含まれないのかな。これもう3戦やったかな今日。もうちょっと疲れたんだけど、今ので思考が鈍ってるから、これやらかしますよ。これあと続いたら、あともう一戦あんのか、つらい。相手もちょっと癖のあるやつばっかり来てるからつらいな。ちょっと優しい子はいないか。ここでヒャドでぶっ込む、ここでヒャドでぶっ込むか、ヒャドでぶっ込むか、ヒャドでぶっ込むか。いいね。で、これで素早さを元に戻そうか。ヒャドで、ヒャドで、状態異常はこのままでいいかな。行こうか。この配置が困るんだよな。はい、対戦よろしくお願いします。ソロの一撃受けるか、どっちかっていうと。いや違うか、ソロのが落としやすいのか。いやあ、いやもうこっちでライジングサン打とうか、その方がいいな。うん、でこっちここ行って少しでもダメージ入れておきましょうか。ダメージ入れてライジングサンぶっ込んで、そうだね、ここしかいけないもんな。ライジングサンぶっ込んでサラサラして、あーちょっと待って、ダメだ。天空流、ちょっと待って、何突だっけ、二突ぐらいだったっけ。ちょっと待ってよ、これサラサラどうすんの。ここ行くか、ここ行ってヒャドぶっこ、ここでヒャドぶっこ。いや落ちきらないよな、落ちきらない、ちゃんと打たなきゃ落ちきらない。こう行く、ここ波乗る、サラサラする、これで落とすか。そうだな、するしかないな。でここはここでバギーツイントルネード打っておく。ヒャドサラサラ、ヒャドサラサラ、ヒャドサラサラでソロが落ちなきゃそれもダメ。
1800打っとくか、ちょっと140ぐらいでも削っとくか、1700、そうだな、ちょっとでも打っとくか、ここで打つか、ここ で波乗ってサラサラして空を確実に落とす。で天空竜で落とせれば嬉しいかな。やべ、ソロのまた神竜の場所、ちゃんとしろ神竜、ちゃんとしろって神竜。こうだな、ここでいいか、ここでいいか、そうだな、ね、先に波乗っていけばいいんだから OK だな。ここでバッよし行こう、魔物使う、動いてしまう。なんでこっち、あ、この感じだとソロに打たなくてもいい。まあまあ打つか、打っとくか、140、200あるか、 OK、向こうの方行ってもらう、うん、これは大丈夫、落とせる。であとはロトが落とせるかどうかだな今度は。あ、 OKOK、 これ落とせる、ライジング3、お、落ちない、オッケー。今日はちょっと危なかったですね、頭の回転が鈍っててやらかしそうな日な気がしましたけどね。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。